ベロゴルスクの紋章、ベロゴルスクは、ロシア極東のアムール州南部にある都市。州都、ブラゴベシチェンスクからは北東へ108キロメートル。アムール川水系のゼア川の支流富川の岸に立ち、シベリア鉄道がここで、富川を渡っている。人口は、約7万人。人口は2020年ロシア国勢調査で65,315人。 2002年ロシア国勢調査で67,422人。1989年ソ連国勢調査では73,435人だった。1858年の愛軍条約で新寮からロシア寮になった。この地に1860年ヨーロッパロシアからの移住者がアレクサンドロフスコへという村を建てた。1893年にはその近くに ボチカレフカという村が新たに建てられた。1913年、アムール鉄道の路線及び駅の着工に伴って両村は大きくなり、1923年には合併してアレクサンドロフスクになった。1926年には市の地位を認められアレクサンドロフスク市となったが、1931年にはクラスノパルチザンスクに さらに1936年には、クイビシェフカボストーチナヤと改名している。ベロゴルスクという名になったのは1957年のことであった。ベロゴルスクは、ゼア川下流に広がる農業地帯の中にあり、食品工業や建材工業などの工場が建つ。また、ベロゴルスクは、極東軍管区におけるロシア軍の重要な基地の町でもあり、 ロシア陸軍第35軍が本部を置いている。ありがとうございます。